普段使いできるのが魅力。キャンピングカーの製造・販売を。手がけるホワイトハウスキャンパー愛知県東郷町は、2024年9月14日から15日までパシフィコ横浜、横浜市西区で、開催された横浜キャンピングカーショー2024において、ホンダステップワゴンをベースにしたキャンピングカー、 デッキワン、デッキワンを出展しました。日常的に利用できるミニバンをベースにした車中泊モデルに対して、SNS では多くの注目を集めています。ホワイトハウスキャンパーは、1988年にキャンピングカーのビルダーとして設立され、トヨタ、ハイエースやノア・ボクシー、ホンダ、 N ボックス、N バンなど、多様なニーズに対応する幅広いキャンピングカーを展開しています。その中でも長く人気を保っているのが、ミドルクラスミニバン、ステップワゴンを、ベースにしたキャンピングカー仕様のデッキワンです。現在販売されているモデルは、 2022年5月にモデルチェンジした6代目ステップワゴンをベースとしています。ルーフにはポップアップルーフが装備され、展開時の全高は2045、2055ミ、mm、リメートルとなります。ホワイトハウスキャンパーオリジナルのポップアップルーフは、ガスダンパーによって簡単に操作でき、 ルーフベッドのサイズは長さ 2350mm× 幅 1060mm× 高さ 1060mm で、大人2名が就寝可能です。さらに、フルフラットにできる客室部、ベッドサイズ 1800mm×1200mm、mm、も備え、最大で大人4名が寝られる設計となっています。 デッキワンはポップ、ホットパッケージ、ウィーケンダー、ジョイの4種類のラインナップがあります。特にウィーケンダーグレードでは、運転席と助手席が回転するフロント回転シートや、セカンドベンチシート、フラットベッド3人用、簡易フラットクッションサードシートなどが標準装備されます。さらにジョイグレードでは、 室内ギャレー、シンクフォーセット、電子レンジ 18L の冷蔵庫、給排水タンクなど、本格的なレジャーを楽しめる機能が充実しており、用途に合わせた選択が可能です。ベース車はガソリン 2WD、4WD とハイブリッド 2WD から選ぶことができ、価格、 消費税込みは標準ルーフ仕様が382万9100円から、ポップアップルーフ仕様が428万100円から提供されています。SNS では気になる屋根が広がるだけで楽しそう。といった興味を示す声が多く寄せられました。また、ベース車としての選択についても、 ハイエースだといかにも商用車っぽいけど、これは普通の車に見えるのがいいなどの声が見られ、概ね好評です。横浜キャンピングカーショー2024の会場担当者も、普段は通常のステップワゴンとして、違和感なく使える点が魅力ですと述べており、 今後このカテゴリーがさらに広がっていく可能性が期待されています。